ただいまより株式会社インフォマート2023年12月期第4四半期通期決算説明会を始めさせていただきます。本日の司会進行を務めます今井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは本日のスピーカー3名をご紹介いたします。代表取締役社長中島でございます。はい、えー、皆様お世話になっております。本日もよろしくお願いいたします。 続きまして、取締役副社長、藤田でございます、うん。おはようございます。よろしくお願いいたします。続きまして、財務経理常席執行役員、荒木でございます。皆様おはようございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。本日は、2023年12月期、第4四半期通期決算概要、社長中島よりご説明いたします。 その後、皆様のご質問をお受けいたします。ご質問については Q&A 欄にご質問内容をご記入ください。それでは、中島社長、お願いいたします。はい、えー。それではあ、皆さん、改めまして、えー、おはようございます。えー、社長の中島です、えー。これから23年の12月期の、えー、決算の内容をご説明させていただきます。 えっと本日の私の話、ちょっと内容だけ先に申し上げます。えー、まずですね、えー、昨年までのその実績、結果ですね、これは1、2で、えー、これは昨年までの結果の説明。そして3以降は今後についてのお話をさせていただきます。そして特にですね、あの今日メインで皆様にお伝え申し上げたいのは、この3番、事業ビジョンおよび中期経営方針。 この辺メインでですね、今日お話しさせてください。あの実は私、社長拝命しまして、2年たち、そして今、3年目に入っております。で、2年前にですね、建てた5年間の中期経画計画、これをですね、実は今回変えました。で、どのように変えたかと、なぜ変えたかというような内容についてもしっかりとご説明申し上げたいと思っております。それではよろしくお願いいたします。 あ,あともう1つですね、ごめんなさい、えっと、一番下にアペンディックス、インフォマートについてって書いてあります、あの前回までは、ですねこのインフォマートの概要、当社の概要を必ず冒頭で申し上げてました。で、今回から、ですねあのそこは、えー、説明は抜きにして、ですね一番最後のアペンディックスにまとめてありますというような形とさせていただきます。 はい、えー、それでは、えー、これから、えー、まず昨年までの実績についてのお話をさせていただきます。えー、これがハイライトですね、えー。4級はちょっと飛ばしまして、次の通期、2番目ですね、えー。通期の業績は売上利益ともに大幅増で着地いたしました。まあ、前期比ですね。で、書いてありますとです、ね、売上はは133億6000万、えー、去年と比べて21.4%増ですね。 あと利益は8億3000万でこちら57%増となっております。で、あとハイライト一番下です。えー、一つ目、B2B、えー、プラットフォーム利用企業数が100万社突破と。これ去年、えー、突破しました。えー、去年のあの、我々ですね、事業スタートしてからそうですね、2015年ぐらい、2015年に請求書をスタートしましてですね、このあたりで利用企業者様の数が4万社ぐらいだったんですね。 で請求書が一気にこう広がり始めて、そして100万社を目標にしようと、何年か前までずっと言ってまいりましたが、とうとう去年、えー、突破することになりました、ありがとうございます。で、あとはですね、流通金額、2行目ですね、一番下の、44兆円を超えましたし、そのうちフード事業の流通金額、これ、2兆円を超えました、えっと。2兆円超えたのでですね、あのフード事業ですね。 18中の,このシェアがです、ね、おそらく30%、まあ、30%弱ぐらいまではいったんではないかというふうに思っております。はい、で、同じくまあハイライト的なちょっと数字面ですね。で、えっと、この表はですね、前期比、あと計画比と両方とも書いてあります。えー、前期比についてはあ先ほども述べましたんで、えっと、計画比をちょっと簡単に申し上げますね。計画比の数字は、まず計画が左側から2番目。 で売上が131億の計画に対して、その右側ですね、実績は133億ということで、売上も、あとは利益もそうですけれども、計画も計画通り、ほぼほぼ達成ということで、達成いたしました、はい。で、ここからですね4スライドほどなんですけれども、前期費、そして計画費の,この中身の解説をさせてください。 まず前期比の,の利益の内訳ですね。あの利益の内訳と申し上げているのが、前期5億2600万でした。一番左がですね。で、それが8億3000万に、今期なり、前期、ごめんなさい、前々期か。22年が5億2600万に対しまして、前期が8億3000万。3億ほど利益が増えました。この内訳が、ここに書いてある分析です。で、まず売上げの要因、売上げが 昨年、ですねその前と比べて23億5800万、左上ですね、増収しました。で、コストもですね一方で20億ほど増えました。なので、ネットで3億ほど利益が増えたということです。で、売上に関しましては、ですね一番大きく増えたのはやっぱり16億3800万って書いてあります、これ、ES ですね、請求書のインボイス、電子証保存法の大きな波を受けて、おかげさまで大きく伸びました。 でコストにつきましてはです、ね、ここはまあ、あのー、原価で10億、販管費で10億ほど前期比伸びたと、これ足し上げるとそのくらいになるんですが、えっと、ここもですね、基本的にはもう成長のための投資ということをさせていただいて、えー、このような形になっております。で、えっと、あと前期比のもう一つ、これちょっと細かい表なんですが、えっと、ここは細かいことを全部申し上げませんが、えっと、一応、売上げ、この表の、 表の右上だけご覧ください、133億6300万の内訳で、フードが84億4700万、そして ES49 億となっております。で、このがまが前期と伸びた理由のところだけ、解決版でお話申し上げます。右、一番、それこそ、表の右側に書いてあります小さい文字、小さくて申し訳ございません。ここをですね、まず、フードに関しましてはですね、やっぱり外食の復調。 本当に大きく復調をしましたというところが1つの原因、あともう1つはですね、何行か目に書いてあるんですけど、18中ライトと頼む、この辺もですも、ね、非常に DX の飛躍、世の中の DX の風潮とと,ともに、非常にニーズが高まってきております。まあ、これ、後で詳しくご説明しますが、この2つがフード,にフードの売り上げが大きく伸びたという原因です。 ES につきましても、ですねこれも2つだけ申し上げます。まず請求書が一気にあのインボイス、電子商法保存法の関係で伸びました。それとですね、何行か下に書いてあるんですが、B2B プラットフォームトレード、これは全業界向けの18中なんですが、ここもですね、何年か前からこう種を植えていたというようなものが、最近、すごく大きく伸びております。この辺も後で詳しくご説明させてください。で、あと、ごめんなさい、このクラス2つは計画費です。 で計画費の利益六億四千万の計画に対して八億三千万二億ほど増えてますがこれはほとんどですねあの売上しかも請求書の売上が予定よりも二億円増えたとここもやっぱりあのそれだけ昨年一年間は盛り上がったということでございますここはまあ誤差の範囲ということですですでそれの詳細はこちらはちょっと飛ばさせていただきます。 はい、でここから4スライドほど、まだ実績の話なんですが、えー、といくつかですね、主要 KPI の四半期ごとの推移ですね。でまずは売上、上、まあここはもうお、先ほどから申し上げている通り、えー、フードの副長、そして請求書が大きく伸長、えー、しましてですね、えー、と伸びました、えーと。1年前と比べてやっぱり20%以上おー売上もの伸びております。で次、原価ですで。原価につきましてはですね、えー、まず、 サーバーの一部構成変更により、データセンター費の増加を抑制。でこれ、あの原価って3つに分かれてまして、ですね上から順番に、まあ、手数料、そして真ん中がソフトウェア、まあ、要は、いわゆる開発ですね、真ん中。で、一番下の一番濃いところがデータセンター費なんですね。このデータセンター費、見ていただけたら分かる通り、昨年から大きく伸びておりません。で、これ、なぜ伸びてないかと。 通常であればです、ね、取引の量、トランザクションの量が増えれば増えるほど、じわ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 と伸びていくんですが、これ実はサーバーの一部変更、一部構成変更、これ、クラウド化をです、ね、今、進めております。そして一部クラウド化しました。これによってコストが下がる方向ではありますけれども、まだ一部なので、えっとまあ、上がるのと下がるのが今、相殺し合っているというような状況です。ということで、このような状況になっております。 はいでえー、と続いて、これは人件費ですね。人件費はもう基本的に人はあーしっかりと増強していってますということです。で最後のこの KPI のスライド、これが反則費ですね。で反則費も引き続きです、ね、やっぱり知名度を上げるために積極的なプロモーションというところは、えー、とやっていきたいというふうに思ってます。あの当社はです、ね、皆様ご存知のりあり、大々的なテレビ CM というのは打っておりません。 でえっと、テレビ CM はやらずにですね、えー、地上戦と我々呼んでるんですが、例えばセミナー、あー展示会、えー、そして新聞広告、うあとは、まあ、タクシー広告、あとは駅広告とかですね、こういったところで、えー、と年間16レベルの、えー、コストを投じていくとい,いっておりますというような状況です。 はいえー、そしたらここからがです、ねえー、と10スライドほどになるんですけど、セグメント別、つまり事業別の状況をご説明させていただきます。ここも、まあ、あと結果の部分ですね。でまずはです、ねえー、と全体の売上げ、ごめんなさい、セグメント別なので、これ、フード、フード事業の売上げです。えーとまあ、繰り返しになりますけれども、えー、と流通金額が増加して。 えー、どん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 と売り上げは、えー、と伸びているというような傾向です。であとこれもフードの中の特に18中という仕組み、18、え、中、ー、サービスの、えー、お客様の数の推移です。ちょっと文字が小さくなって申し訳ございません、一番左側が18中の買い手の企業様の数、真ん中がその買い手のチェーン店様のお下の店舗数、そして一番右側が、えー、売り手の卸し様の数ですね。 すべ、えー、て、えー、しっかりと伸びているというような状況でございます。えー、これがまず18中です。そしてですね、これ実は本舗初公開です、えー。このグラフは何かというと、今度はこれ、ライトと頼むというサービスの、えー、使っていただいているお客様の数です。で左側がですね、おろしさ様の数で、右側が卸様の販売先のまあ、 いわゆる個店さんですね。レストランといっても、えっ、ー、と、まあ、おろし、えっ、ー、と、合宿チェーン様ではなくて、個店様の数ということになっております。えっ、ー、と、実はこのライトと頼むうですね。あの、実はライトが青で、頼むというのが上のオレンジ色になっております。で、見ていただいたら分かる通り、頼むの数が増えてきてるのが、えっ、ー、と、21年の3級ですね、からになってますよね。で、 これご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、あのちょっとおさらいしますと、ですね、ライトというサービス、我々2009年にスタートしました。でこれライトってどんなサービスかというと、受発注の逆さまバージョンです。えー、受発注は買い手である外食チェーン様に営業をかけて受注、発注の電子化をご提案すると。その逆ですね、卸様にご提案して、受注の電子化をしましょう。 2009年からずっとやっておりました。で、じわ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 伸びておったんですが、えっと、今回ですね、頼む者さんのライトと似たようなサービスを当社が担ぐことにしました。で、ライトがあるのになぜ頼むを担いでいるかというとですね、まあ、それぞれ、えっと、お客様の属性によってですね、ライトを好みのお客様と、あと頼み好みのお客様、分かれるからなんですね。頼むというのは、どちらかというと中堅以下の、えっと、お客様でですね、非常に UI が フレンドリーななものになってます。ライトは、えー、と機関との連携というところが強いというようなことで、両方を売っております。でそんな中でやっぱり頼むの躍進が最近目立っております。えー、ということで、すみません、ここは一つ今力を入れている卸様の受注、電子化100%ということを我々は今、疑っておりますので、これを力を入れて、えー、販売しているというような状況でございます。はい。 でえっと、ここがですね、えっと、流通金額ですねで、流通金額も先ほど2兆円突破と申し上げましたが、コロナ前、一番左側、青がです、ね、これが1.7兆円だったんですけれども、コロナ前の1.7兆円を、とうとうですね、一番右側の赤のさらに右半分ですね、えー、23年1年間で2兆円を突破したというような状況でございます。 あと、フード、これ最後です。えーとまあ、企画書ですね。企画書も引き続きステーブルに、えー、とお客様の数は伸びてきております。はい。えっ、ー、と、ここから先は今度は ES ですね。ES 全体の売り上げをまず始める。と。で売り上げもですね、先ほど申し上げた繰り返しになりますけれども、インボイス制度等々でどんどん,ど,んどんどん伸びております。あの請求書が押し上げてます。でちょっとこの… グラフで今申し上げたいのは、ですね一番下の段の棒グラフが請求書でございまして、ですねそこの中にですね折れ線グラフがあると思います。これが請求書の売上のうち、リカーリングの部分、月額のシステム利用料の部分ですね。なので、ほぼほぼやっぱり90%のリカーリングレシオだと。一番右側、11億3900万の請求書の売上一3ヶ月でですね。 のうちの10億円、10億3100万円がランニングだというところで、リカリングが、あのリスクが非常に高いというところを申し上げたいと思います。同じくこれ、今度は請求書のみなんですけど、お客様の数ですね。左側が有料企業様、あとうとう1万社を突破しました。そして右側が、先ほど申し上げた100万社を突破と申し上げた、えっと、有料で導入していただいた企業様の相手の取引先様ですね。 えと受け取りモデルであればあの請求書を出していただける仕入れ先様、そして、えー、と発行モデルであればその発行されるしていただける先の販売先様の数の合計が右側の100万社を超えたということです。左側のグラフ等々ですね、そうですね発行モデルのお客様4895社、受け取りモデルは7000社弱まで参りました。 はいえー、ES、その他のサービスです。契約書、えー、ここもです、ね、しっかりとあの契約者様が増えております。で、えー、ともう一つ、このトレード。はいえー、これもです、ね、実は本部初公開です。えー、とトレードも、えー、と実は21年ぐらいから、えーえー、とサービスをスタートはして、えー、種をまいておったんですが、ようやくです、ねえーまあ、先ほどの、まあ、ライトとか頼む者さんと同様。 え皆様にお見せできる数字になりましたので、え成長してきておりますので、え初めてお見せ申し上げます。でここはですね、えっと先ほど申し上げた通りトレードというサービスは全業界向けの受発注なんですね。でこれを請求書でたくさん ID を皆さんにあのまあ広げて、でそこの上に受発注を載せていくと。 いうような形で、十、え、八、ー、中ニーズにも対応できる形で、えー、スタートしましたが、ここにきてですね、非常に高い、えー、と傾向、推移で伸びてきております。えーまあ、もう少し詳しい話、また後で申し上げます。イエスの中の商談、はいえー、ここはです、ねえー、と安定的に伸ばさせていただいております。 はい。えっと、以上、ここまでがですね、えっと、これまでの実績でございますで、ここから、え、今後の話をさせてください。えっと、まず、事業ビジョン及び中期経営方針ということですね。で、えっと、ここはですね、えっと、中期経営方針と書きましたが、ある意味、新中期経営方針とも申し上げた方がいいかもしれません。えっと、先ほど申し上げたとおりなんですが、2年前に私の方で中継を作りました。 そして2年経った今ですね、えー、全部で5年の中継でしたので、あと残り3年、えー、果たして2年前に作ったその方針、26年までの方針がそのままでいいのかということを少し考えてみました。世の中は大きく変化してます。そしてやっぱりこれは変えるべきだと考えてというのが、これからご説明申し上げる、えー、と事業ビジョンおよび中継の方針です。で、えー、とこれからですね、 えと何枚かのスライドで3つ申し上げます。1つはいろいろ考えた結果変えました、えー、まず1つ目、進めべき方改めて考えてみた当社が進むべき方向は何か、そして、遠い先のビジョンをどうあるべきか、ビジョン、事業ビジョン、そして最後にその事業ビジョンに向かう上での我々の方針、新たな方針はどうなのか、この3つをこれからご説明申し上げます。 まずですね、進むべき方向の話です。ちょっと文字がたくさん書いてあって、すみません、上から読み上げます。当社の強みであるデータとデータ、D2D 方式の B2B プラットフォームを最大限生かして、そしてその D2D を業界特化でスピーディーに世に広め、お客様の満足度も当然高めつつなんですが、フードのような業界をたくさん作っていくんだと。これがわれわれが進むべき方向だと。 えー、業界データトゥデータ戦略で事業領域の進化拡大を目指す還元すればそういうことですでちょっとですね、あのー、言葉だけ今申し上げたんで少し解説させてくださいえっ、ー、と2年経ってですね実はこんなふうに考えました、えー、と大きく世の中は変わったなとどう変わったか当然ですけどコロナで、えーまあ、大きな環境変化ですね、まあ、コロナとあとは法整備この辺で DX のですね 世の中の法人の DX の大きな波が、想像以上の大きな波があ今、来ております。そして、この DX ニーズが想像以上だというのと同時にもう一つですね、同業他社様がこれだけたくさん出てくるとは思わなかったと、まあ、競合様とも言う,言,う言うべきですかね、ライバル、まあ、いい意味でのライバルですあの、切磋琢磨しながら一緒にマーケットを開いていこうというライバルではあるんですが、ただ、こんなにもたくさんあ出てくる。 というのも、まあ、ある程度は予測してましたが、想像以上というところです。で、こんな中でですね、いろいろと2年間やってきて、改めて何を感じたか、やっぱわれわれインフォマートの自分たちの強みである、このデータ2データ方式の B2B プラットフォーム、これがやっぱり本当に社会の皆様に必要とされてるんだなということを感じております。必要とされかつ これからですね、さらに必要とされている必要な度合いが高まってくるだろうというような手応えも感じておるというようなところから、あここに書いてあります赤の文字の方向性になりました。えっと、もうちょっとだけ言葉の解説、データとデータというのと、業界 D2D 戦略、これだけ少し最後に解説させていただきますと、下の方に小さい文字ですいません。D2D というのはデータとデータの略でですね、 えー、商談契約見積もり受発注請求帳票保管、ごめんなさい、これ、ぐちゃぐちゃ書きましたけれども、企業様でのやり取り、この辺のすべての企業間でのやり取りを、全部ですね、デジタルデータのままでやり取りするやり方がデータ2データですね。途中でアナログデータ、PDF だとかアナログデータに変換するみたいなことは我々はしない、ずっとデータ2データ、デジタルのままでやるという無駄が一切ない完全デジタル化。 の方式、これがデータとデータ。これも、まああのいろいろと導入に多少手間暇はかかるんですが、ここを愚直に25年間我々はやり続けております。これがデータとデータです。そして、業界 D2D 戦略って何ですかと、ちょっと一番下に読み上げますね。まず、業界 D2D 戦略というのは、えーと、全業界向けサービス、つまりは請求書とかトレードですね。これをどんどんと全業界に向けて、えー、広げますと。 で広げるこの普及活動の過程でですね、実は、省流 DX ニーズが高い業界というのが、いくつか現れてきます。で、そのいくつかの,その、あここの業界は高いとなった、ここを縦にバーティカル展開、縦に深掘っていくということで、えっと、一つ一つの業界を固有のですね、 カスタマイズ、業界固有の汎用的なニーズを我々はカスタマイズしていって、その業界にどんどんと一気にあのたくさんのお客様に使っていただくと、こういうやり方を業界 D2D 戦略と申し上げています、えー。これはですね、業界に特化すること自体が目的というよりかはですね、さっき申し上げたトレードを世に広めるためには、業界特化でやることが一番の近道なんだという思いで、そして業界を深掘った結果、最終的にですね、 当社のフード事業のフードのお客様のようにですね、非常に深い貢献ができる形を当社は目指していきたいというふうに思っておりますと、はい、ここまでが進むべき方向、そしてこの方向に進んだ上でのビジョンは何ですかと、これが実はビジョンです。業界データ2データのトップ企業。 でえっと、これはですね、ちょと下、書いてありますね、業界 D2D 戦略で本物のデジタル化を提供しているナンバーワン企業、こうやってデータ2データの B2B プラットフォームみたいな企業間の仕組みをいろんな業界に提供していっているような会社様、そんなにたくさんないと思います。今の時点では当社ぐらいしかないんじゃないかなとで将来的にも絶対この分野では負けないと。 というのがあそういう意味ですね。そして赤の文字、フード事業と同じ水準の DX を多くの業界で実現すると。で、これはもはや会社レベルの DX を超えて、えー、業界全体の DX、もっといえば社会全体の,この企業間、省流の DX を実現できているという会社を目指していくんだということでございます。はい。えっ、ー、と、で、この今申し上げた業界 D2D の,あのトップ企業。 これをもうちょっと分かりやすくですね、このビジョンの部分を、えっと、絵で、アニメーションで少し説明させてください。えっと、まずこれ、当社ですね、まずスタートして、フード業界18中とか、あとはえっとライトとかでですね、2010年の頃には、B2B プラットフォームである程度デファクトに近い状態になりました。で、その後ですね、今度は縦じゃなくて横に。 ホリゾンタル事業と社内では呼んでいるんですが、請求書を一気にスタートして横に広げていきました。で、2018、ね、年ぐらいからサービスを拡張していきました。サービス拡張と申し上げているのは、この真ん中の黄,黄緑色、これ、EDI って書いてありますけど、これは単純に企業間の仕組みだけを単品で売ると。でも、それ単品ではなくてですねあの、サービス拡張、例えば他社協業を何年も前から他社協業を を他社様と一緒になってですね、えー、EDI をより補強するような技術、えー、例えば AI、OCR だとか、まあ、もしくは例えば自動発注だとか、ああいうもの、これが DX サービスの右側の濃い緑の部分で、あとは左側のフィンテックって書いてあるんですけどね、小さい虫ですみません、こういった決済なんかも B2B プラットフォームの真ん中を補強するという意味でサービスを拡張していきました。そして、今度2021年、数年前ですね。 トレードをスタートして、さらに横に広げていき、さらにトレードを広げていくと同時にです、ね、ニーズの高い業界に深掘ると、今、B 業界、C 業界と書いてありますが、例えばです、ね、建設業界様や、あとは製造業様等々がです、ね、ちょっとニーズが深いなと、一気にここをたくさんニーズを捉えるべくカスタマイズしていこうとなって、今、深掘っている状況です。 でそれをどん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 と,、えー、と深掘りをさせていただいて、ですね、多分これが今、現状、この辺まで来たかなと思っておりますが、今後、ですね、今度はまずフード業界完成形とと、これ、完成形と申し上げているのは、まだフード業界、まだまだ完成していないと思ってます。えー、例えば、卸様しの受注100%、えー、卸ろしの寄り添い宣言、本当に100%寄り添いできているのかと。 いうところはまだまだですし、あとは決済との連動もまだまだですし、あとフード業界全体をもっと盛り上げる活動、まだまだできると思っています。ということをしっかりとやりきるということが、2023, 2023年、これから完成形に向けて進めていきたいと。と同時に今度は請求書、まだまだ請求書の売り上げも上がりますしまだまだ請求書。 えとインボイスや電帳情報で、もう山が越えたからもうおしまいですか、いや、そんなことありません、あの特需というのはもちろんありましたが、まだまだこれからも伸びていくというふうに考えております。そして、それを広げるのと同時に、ですね先ほど申し上げた個別の業界を深掘っていくと、えー、と先ほど申し上げた建設業界やあ製造業界にしても、ですね他社と協業していろいろサービス拡張していくというようなことをこれからやっていって、 えー、そしてです、ね、そうですね、えーとまあ、どこかの将来にはです、ね、フード業界と同水準の DX、これを他の業界でもどんどんと一つでも多く実現していきたいと。ということで、えー、さっきの業界 D2D のトップ企業という一言の言葉の意味をもう少し分かりやすく、えー、アニメーションで説明をさせていただきました。はいえー、とここまでがです、ね、ビジョンでございます。そしてこのビジョンに向かうべく このビジョンだということを今、去年の秋に考え、そしてこのビジョンに向かうべく、じゃあ、方針は2年前に立てた方針を、残り3年間の星ですね、どう変えるべきかの方針についての話をさせていただきます。まず、残り3年間の方針、まず第1にですね、本業の強化だと。B2B プラットフォームの強化だと。ここにしっかり集中しようと。 これがまず第一の方針です。えっと、強化という言葉の意味、強化はですね、機能強化であり、販売力強化であり、認知度向上、あとは CS 向上、こういったことが強化という言葉の意味なんですが、いずれにしても B2B プラットフォームのこれらにつながることに資源を集中していきたいというふうに思っております。ただ、ここでちょっと誤解していただきたくないのは、 この数年間で取り組んださまざまな他社との協業とか B2B プラットフォームだけを売るのではない取り組み、ここは当たり前にこれからも継続していきます。これどういう意味かと申しますとですね、例えば機能強化の中に各個新サービス、新プロダクトの創出も含むと。だ我々ですね、他社と協業、もしくは他社への出資などを全くしなくなるか、そんなことはございません。B2B プラットフォームの強化につながる。 ような協業であれば、新しい取り組みをどんどんしていきたいというふうに考えております。はい、ということで、まず第1に、この本業の強化、そして残り2つ、ちょっと変えた方針があります。2年前からこういうふうに変えました、まず1つ目、増収増益基調の継続、そして高収益性への回帰、これはです、ね、何から変えたかと申しますと、その下に従前方針は成長に向けた積極投資というふうに書いてありますね。 なのでこの言葉をこの増収増益基調の継続、高収益成への回帰というふうに変えました。えー、と申しますのはです、ね、中継が始まってからの最初の2年、20 2020、まあ、最初の、まあまあ、1年、2年ですね、は、相当程度です、ね、やっぱり投資を強めると、将来25年、6年のために投資を強めるということで、まあ、黒字ではあったもののです、ね、やっぱり利益率は非常に低い形で、しかも減益も続いてました。 この現役のトレンドはですね、実は2022年でもう終えて、で、先ほど申し上げたように2023年はもう増益になってますし、今後の24、25、26と確実に増益を続けていきたいと。そして、えっと、2行目ですね、200億、50億、25%って緑色で書いてる部分なんですが、これが中継の最初に立てた目標です。ここはしっかりと目標を達成すべくですね、200億の売上50億の利益。 ということを売り達成に向けて進めていきたいと思っております。えっ、ー、とちなみに2年経った今で今ですね現時点では順調に予定通り200億50億は確実にできるべく進んでおります。はい。で3番目この出資先のシナジー、えー、拡大収益化ここもですねえっ、ー、と実はえっ、ー、とどういう方針から変えたかというと従前方針は収益源多角化の加速という方針でした。 でえっと、ここもですね、えっと、実はこれまではできるだけいろいろ,いろな新しいビジネスにつば、えっと、をつけるじゃないですけれども出資、小さな出資をして、そこから何を学べるか、アランドデー的なところも含めてやっておりました。こういった活動をゼロにするわけではございませんが、ちょっとですね、えっと、ウエイトを B2B の方にえっに、とえっとえっと、注力の選択と集中度を高めて。 でえっと、出資先についてはです、ね、既存の出資先の、まあ、そもそも投じたしなし、出資目的の実現に注力、それとあと新規の出資についてもです、ねえっと、やりはしますけど、えっと、少し絞って、えー、もっと言えば買収を見据えたような中堅以上のものへシフトしていきたいというふうに考えております。はい、で、大きな方針がここに書いてある通りで,です、ね、じゃあその方針を受けた施策ですね。 えとここもざっと読み上げます。えー、向こう3年間、こんなことやっていきますということですね。大きく2つ、既存事業の推進、これ、本業の強化を受けたす、えー、施策ですけど、えー、既存事業の強、えー、推進と、あとはですね事業ビジョンに向けた布石なんですね。下の方に書いてありますねで。既存事業の推進はフードと ES、それぞれありますので、それぞれ簡単に申し上げますと、ですねまず、えー、既存事業のうちのフード、えー、とここは。 ままず受発注引き続きき続伸ばしていきます、えー、と外食さん以外の地方とかホテル旅館とかにも、えー、とどんどん広げていきますし、あとはその次、頼む、先ほど申し上げた卸受注100%に向けて頼む、そしてあと,です、ねえー、とスタートした店舗オペレーション管理ツールの V マネ、ここも、えー、とようやくです、ねえー、と伸びてきてまいりますので、これをしっかり拡散していくということと、あとです、ね、このその下に料金改定とカスタマーサクセス強化。 えっと料金改定もですねえっとつい先日、発表させていただいておりますけれども、適正料金化ということで、料金改定なんかも考えております。こういったことをフード、向こう3年間やっていきたいと。で、その下の ES ですね、ES もこれも申し上げた通り、請求書を引き続き広げていきます。で、さらなる拡大というのは、例えば地方の教科だとか、あとは自治体ですね、自治体に対しての請求書がどんどん今、広がってきてますので、ここを強化していくと。 いうことと同時に、今度、ですねその下に、丸に既存ユーザー様、これまで中堅大手の企業様にたくさんあの去年ですね、ご契約いただいてます。で、この中の電子化率をどんどん上げて、お客様の満足度をどんどん高めていく、それによってですね当社のアープですね、お客様のからいただける手数料収益もどんどん上げていくということをさせていただきたいというのと同時に、最後にこれも書いてるトレードですね、の躍進を進めていきたい。 そして布石は、ですね、先ほどの業界 D2D を最後、ビジョンに近づけるために2つのことをやります。えー、とフード、事業としてはですね、フードの完成形をしっかりと描いて、それを確立させていくと、その下、ES は今度はですね、えー、と特定業界へのバーティカル展開、ここをしっかりとチャレンジしつつ、この辺のノウハウを貯めていくということでございます。 はいでえっと、ここがですね、えっと、まず、えっと、ビ,ビジョンとか施策の最後のページになるんですが、えっと、フィンテックですね、えっと、フィンテックも、えっと、何年か前からスタートしております、えっと、まだまだです、ね、大きく広がっているわけではございませんが、ここも着々と今後も進めていきたいと思っています、えー。左と右に何が違うかというと、左は売り手さん向け、債権者、売り手さん向けのフィンテックの機能、右は買い手さん向けですでにやったものが黒い位置に左、そして右の位置になっています、えっと。例えば えー、左側の1は GMO さんと一緒にやって早払い。そしてその下のには、これはつい先日なんですが、マネーフォワードさんとやらさせていただいている駆け寄り決済。えっ、ー、とー、まあ,あ、滑り出しは順調ですが、まだまだ新規事業なんで、大きくまとめておりません。あと右側、<laughs> 債務側、買い手企業さんですね。こちらはですね、すいません。えっと。 NTT データさんと一緒に取り組んでます,です、ねえっと、この決済のデジタル接続みたいなことを、まあ、これはスタートしたばっかりなんで、こういったことを進めつつです、ねえー、もう少し発展させていきたいというふうに考えております。まあ、何にせよ、当社はです、ね、あの44兆円の省流データを持ってますんで、えっと、トライアンドやら繰り返しながら、ここを活用して、フィンテックをやっていきたいというふうに考えております。 はい、えーと、あとですね、こちらが、えー、と来年、今年ですね、業績の連結、業績予,行予想でございます。はい、えー、と24年度の、えー、と業績の計画ですね、えー、とここはですね、えー、160億売上百133億から160億、えー、CAGR で、えー、20%。 はいえー、となっております。で、利益ですが、えー、10億の大台に、えー、今年は乗せたいというふうに考えております。えー、と売上と利益については、あこの目標に向かって、今年一1年間、えー、頑張っていきたいというふうに思っております、えーと。そしてですね、今の利益の8億から10億まで上げますというあたりの中身の分析だけ、簡単にご説明申し上げます。 えっと、2億ほど利益が上がるのですが、これはまず売上で27億、前期よりも増やし、かつですね、コストも引き続き、えっと、25億ほど増えていくということでございます。まあ、売上の27億は、先ほど申し上げたように、えっと、フード、イエスでそれぞれで伸ばしていきますし、あとはですね、コストも引き続きですね、なんて言いますか、しっかりと積極的な投資は行っていきたいと。 まあ、特にですねやっぱり人件費ですかね、人件費とあとは認知度を上げていくための、まあ、ブランディングみたいなところにも、大きくコストをかけていきたいということで、このくらいのコスト増になる予定でございますみません、これもちょっと小さい文字で大変申し訳ございません、ちょっとこれ、おさらいになるんですが、右側の右上の文字だけ、えっと、フード、そして ES、それぞれ3つのことをやります。ちょっと申し上げたことの繰り返しです。 売り上げのフードー、まず3つは何か、えー、受発注を、まず新規の受発注を増やします。それと同時に、受発注のアープを上げていきます、えーと。アープを上げるための施策は、受発注は料金改定です。そして、えー、とフードの3つ目、えー、頼むをしっかりと売っていきます。新サービスの頼むをしっかり売っていきます。これがあーフードです。そして ES、ES も同じように3つあります。そして、似ています。 えっと18中に対して、やっぱりまずはメインの請求書、これをしっかりと打っていきますと。これが1つ目。2つ目、えっと、請求書のですねアープを上げます。アープを上げるやり方はまあ料金改定というよりかは、ですねこちらは電子化率を向上させると、既存のお客様の中の電子化率を向上させるということでアープを上げていきます。そして、えっと、トレード、新サービスであるトレードをどんどんと伸ばしていきたいというふうに思っております。 ということです、はいえー、とここからです、ね、4スライドほど、えー、KPI の、えー、グラフになります。っ、えー、と今年まで含めたものですね、何年か前から。えー、とまず売上は上っはこういった感じで伸,ば伸びております。伸ばしていきます。ここもサーバーのー構成変更により、データセンター費は抑制傾向です。 これ見ていただいたら一番分かりやすいですね。あの一番下の濃い部分がサーバー費なんですけど、2019年6億だったのが何億単位でどんどんと22年まで上がりました。ただ22年以降は上がっておりません。でこれはクラウド化を推進しているからです。でえっと、今後もです、ね、どんどんクラウドを一部から始まって少しずつ増やしていこうと思いますのでですね。 こういったコストはえっ、ー、と増えていくどころかまあ、うまくすれば抑制にもつながるえっ、ー、とむしろ下がっていく方向にもなり得るというところにチャレンジしていきたいというふうに思っております。えっ、ー、と人件費ここは引き続き採用を継続して増やしていきたいというふうに思っておりますしプロモーションですねここも去年と比べて約2億ほど 増やしておりますここの増やしたプロモーションというのが、えー、と先ほど申し上げた、えー、ブランディング、去年で,ですね、えー、インボイスで、えーまあ、いろんな広告を打ちましたので、えー、ここからはですね会社全体のブランディングをしっかり強化するということにもプラスアルファでお金を使っていきたいというふうに思っております。はいいほ、えー、ほぼほぼ最後にになります、えー、と株主関係についてと ここもですね当社は基本的に、えー、配当成功50%、えー、方針を立てております、ここを今回も変えずに一括させてください、えー。中間、そして期末、それぞれですね、一番右側に書いてあります通り0.77円、えーと、合計で1.54円。 を配当させていただきたいと存じます。えっと、去年と比べましたらですね、1.5倍ぐらい増えているということでございます。ま,あ、まだまだこれからもともと、えー、来年再来年,再来年と増やしていけるべく、えー、頑張っていきたいというふうに思っております。はい。で、最後のですね、ここから先ちょっとアペンディックスです、えっと。ここは詳細はご説明申し上げません、えー。そもそもインフォマートってどんな会社なのかというようなところを、えっと 記入しておりますのでですね、まあ、今後会社概要、ビジネスモデルの概要、それと、あと、あ、そう、この辺でちょっと一つですね、追加になったやつだけ申し上げますと、3つ目に書いてあります、ライト頼む。これのサービス説明は今までなかったです。えー、とライトと頼むというのは、卸し企業さんに向けた受注デジタル化、そして受注に一括管理のツールですということですね。で特に頼むは、LINE を使った発注が可能ということですし、 あともう一つ追加になってますのが、えー、と先ほど申し上げたトレード。えー、とこれもですね、取引先とのすべ、まあ、てのやり取り、まあ、見積もり書、発注書、納品書、研修書をデジタル化するプラットフォームでございます。えー、この2つがあ追加になっており、あとはそうですね、この価格のところもライト頼む、それとトレードは追加になってますので、まあ、ご興味ある方はまたご覧ください。はい。 えー、でこれがそう当初の実績、こも特に割愛ですね。はいえー、と以上、えー、私からのご説明でございます。えー、世の中のですね省流の DX ニーズ、非常にこれからも高まってくるというふうに思っております。えー、と去年まででですね請求書、インボイスとかで請求の部分だけをデジタル化するということが大きく世の中で起きました。 これからはですね、その請求もまだまだデジタル化足りないのをしていくのと同時に、おそらく世の中のニーズは、請求かデジタル化できたので、ここの部分だけでもデジタルって比較的楽だなと、便利だなということを世の中の皆さん感じていただけたと思います。ここから上流にどんどんとニーズが上がっていくと、発注から見積もりからというふうに考えており、そこに向かってですね、業界データ2データのトップ企業を目指して、 引き続き当社イノマと全員一丸となって頑張って参る所存でございます皆様におかれましては引き続き応援のほどよろしくお願い申し上げます以上でございますありがとうございましたそれではこれより質疑応答に移らせていただきますご質問については Q&A 欄にご質問内容をご記入ください いただいたご質問に関しては、時間内に可能な限りご回答させていただきます。なお、ウェビナーご登録時に入力されたお名前でご質問が投稿されます。はい、ご質問ありがとうございます。業界 D2D 戦略において、製造業向けでは従来テクノアさんと連携していたと思いますが、その枠組み自体は変わりお変わりないでしょうか。それとも直販を増やしたり、他のパート,パートナーさんを増やされたりとか、中継 中期計画の残りの期間の考え方を教えてくださいというご質問をいただいております。ご回答のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。えー、ととっととてもいい質問ありがとうございます。えっ、ー、とちょっとあの繰り返しますと、えっ、ー、と業界ディティール戦略でテクノアさんとの取り組みは引き続き製造業向けですねやるやりますかとそれとえっ、ー、とそれ以外のパートナーさんを増やしたり等々についてはどう考えられているのかとこの2点だと思います。はい、ええー、回答はですねまず テクノアさんとは引き続きですね、強力なタッグを組んで、しっかりと製造業向けはテクノアさんの仕組みを売っていくと、非常にこれも順調に進んでおります。えっということで進めていきたいと思っております。えっと他の業界につきましてもですね、実はちょっとこれ、えー、復元するんですが、えっと、当社ですね、業界固有のノウハウというのは特にございません。フード業界以外の業界のノウハウはございませんので、今後ですね、例えばテクノアさんのような、 あ他のそれ以外の業界ですね、えっと、やっぱり業界の知見で当社と一緒になってですね、えー、アライアンスを組んでいただけるような企業様を開拓し、えー、ということもやりながら、他の業界もどんどんと深掘っていきたいと実は思っております。で、えっと、その次、ですね直販を増やしたりのパートナーさんを増やすのかと。はいえっと、まず業界を増やす意味でも、ですねそれぞれの業界に詳しいパートナーさん。 をこれからは、えー、とさらに、えー、加えて増やしていきたいと、今までのパートナーさんは、ですねどちらかというと、まあ、全業界向けに、えー、と一緒に売っていただけるような、大江危機器販売の会社様だったりとか、あとは銀行さんだったりとかね、いうふうな状況だったんですが、これからはそちらのパートナーさんも引き続き増やしていきますし、えー、と一緒に強化していきますが、業界特化型のパートナーさんも増やしていきたいというふうに思っております。 はい。以上、ご回答申し上げます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と続いての質問になります。えっ、ー、と今期のですね。請求書の新規顧客獲得の見通しについて、どのような前提でございますでしょうか。えー、競合様の方ではですね。1月の売上高がですね。インボイスの影響でえっ、ー、と反動がちょっと多く出ているようです。えっ、ー、と御社のですね。顧客獲得動向について、状況を教えていただけますでしょうか。というご質問をいただいております。 はいいありがとうございます、はいえっと、こちらもですね、えー、ご質問者様のご指摘のとおりです、えーと。と申しますのはですねあの確かに、えー、去年でインボイスの大きな特需みたいなのが今、沈静化しています。なので新規の例えばリードの数だとかというところはストーンと実は落ちております。 で落ちておりますので、新規のお客様の獲得の数、月間の獲得の数自体は落ちておりますが、ただですね、ちょっとここで申し上げたいことが、まあそうですね、2点ございます。一、えっと、つはですね、落ちはしましたが、実はあまり悲観してないんですね。あのと申しますのは、コロナの前と比べたら、まだまだ圧倒的にやっぱり高いレベルなんですね。えー、これ理由は簡単です、えっとと 当たり前に特殊があるからやらなきゃいけないということで高まったんですけれどもこの高まるこの1年間の過程の中でですねお客様の皆さんが請求書を電子化するとは一体何な何のどんな効果があって何なのかということをかなり理解していただけたんですねでその理解がされている状態でもまだ導入されてないというような状況に今なってますので。 そこの理解があまりなかったコロナ前と比べて、ですね新規のお客様というのは、前と比べたらずいぶんと高まっていると、特殊よりは下がってますがということです。これが1点目、それと2点目がですね、えっと、そうですねあの、導入してさせていただいたお客様の、やっぱり先ほど申し上げたように、えっと、アープを上げていく、アープを上げていくというのは、です、ね、いろんなやり方があります。例えば電子化率そのものを上げていく。 どうやったら上がるのかというと、ですね大体、中堅大手のお客様って、一部この部署からスタートするというようなお客様があるんですね。そうすると、そこでうまくいったから、他の部署にも、もしくはグループ会社にも展開していくということとか、受け取りモデルを導入したけど、今度は発行モデルを導入しようというようなまあオプションをどんどん増やしていくだとか、こういったところをこれからは進めていきたいというふうに考えておりますので、ですねなんか、ガツンと落ちて、そのまま落ちっぱなしだということは全くございませんということでございます。 はい、えっ、ー、と以上でございます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と続きましてですね、データセンターに関する質問が届いております。はい、えっ、ー、とデータセンターのですね、コストがクラウド移行によってで抑制されてされるというふうにですねあの、お話を伺いましたが、クラウドの利用コストが、ね、上昇する懸念というのはですね、ありますでしょうかという質問をいただいております。ご回答のことよろしくお願いします。はい、えっ、ー、と。 クラウドの利用コストが上昇する懸念、うんえっと、ございません。えっと申しますのは、ですね、えー、もちろんですね、まあ、これからもどんどん進めていく過程で、えー、将来何があるか分からないという意味では、ですね、えっと、あんまりはっきり断言するわけにはいかないんですが、ただ、基本的な考え方としましては、当社のデータセンターはもともとオンプレミスでやっておりましたで。オンプレミスをクラウドに移行すると、ですねやっぱりコストは間違いなく下がっていく方向。 にございますで、その我々のデータセンター、お客様のこのデータですよね、これそのものを全部まとめて一気にクラウドに移すというのは非常にこれはあのリスクも伴いますので、ですね、えっと、少しずつ、えっと、安全にですね進めているような状況でございます。ということで、クラウドになること自体でコストが上がるという懸念はございません。ちなみにですね、お客様のコストが上がる懸念はないかということであればですね、 それも別にこのクラクラウドに移ることでお客様のコストが上がるという理由になることもございません。はい、えっ、ー、と以上ご、うん、回答申し上げます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と続きましての質問をさせていただきます。えっ、ー、と営業外費用がですね悪化する見通しですが、持ち分赤字が増える感じでしょうか。 えとまたですね、純利益が大きく膨らむのは、前期の評価差がなくなる面が大きいというふうに理解してよろしいでしょうかというご質問を来ております。はい、はいえーと、ありがとうございます。えー、とここにつきましては、ちょっと財務の担当の荒、ね、木の方からあ回答をさせてください。荒、はい、木さん、よろしくお願いします。はい、ご質問いただきまして、ありがとうございますあの。営業外費用のまず件ですが 当社と資本業務提携先、まあ、行っております会社の有価証券の評価損をまず計上したことです。評価損自体は約1億円を計上しておりますので、23年12月期は大きく費用が乗っておりますが、予期以降はこのような費用は発生しませんので、大きな費用はないというような今理解でおります。ですので、4期以降また同じような費用があるかというと、 点につきましては、あのその点は大きく増えないというようなご回答となります。はい、タマラキさんありがとうございます。はい、えと以上、はい、ご回答でした。うん、ああのもう一点今の質問で、えー、あの追加させてください。えー、もう一点あとあの、えー、純利益がですね大きく膨らむのは、えー、まあ前期の評価損がなくなる面ということで、これはおっしゃる通りです。えー、その影響で。 で、あの今の業績予想の純利が大きく上がってるのは、えー、この評価損が今の予定ではないということになります。以上、ご回答申し上げます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と就労時刻がですね。近づいてまいりましたので、すぐ次の質問で最後とさせていただきます。はい、ええー、とフードのですね。価格改定についてのご質問が来ております。 えっとフードのですね価格改定によってですね売上へのインパクト等がですねどのくらいになるか教えていただけますでしょうかという質問を来ております。ご回答のほどよろしくお願いします。はい、えー、ありがとうございます。えっ、ー、とフードのですね価格改定自体はですねえっ、ー、とちょっとタイミングを先に申し上げますとですね今年の8月に価格改定をさせていただきます。でそれによってですねえっ、ー、と売上はえっ、ー、とその分、えー、上がる方向でございます。 で上がる幅はですね、今年はそれほど多くないというような状況なんですが、来年からはです、ね、あの1年間通して、えー、と売上にインパクトが出てきます。で、このインパクトの金額はです、ね、ちょっとまだ見えない部分もございますが、えーとまあ、億単位でですね、何億かの億単位で、えー、売上が上がる、収益向上のインパクトがあるというふうに考えています。 えー、とりあえず8月に実際、まあ、今、通知を開始しておりまして、そして8月に実際、これをスタートするというところの中を見た上でで、すね本当に正確な部分が分かっていくというふうに考えておりますので、一番今の段階では、億単位レベルでの売上向上というインパクトでございますという形で、えー、ご回答申し上上げます以上です以でありがとうございました。 それではお時間となりましたので質疑応答を終了させていただきます。以上をもちまして2023年12月期第4四半期通期決算説明会を終了いたします。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。それでは失礼いたします。